工場ですね、はインド、若干ドヤ顔、4つ5つぐらいは入りそうです。車中泊できるのはできるな。はい、こんにちは、ヒコノ TV です。本日は2024年3月22日に発売いたしました、ホンダの WRV ですね、 SUV の、新型となっております。本日はこちらを紹介していきたいと思います。まずはサイズ、高さは 1650mm、全幅ここですね、全幅1790、はい、車の長さここからここまでは 4325mm となっております。横幅もですね、高さも長さも、まあ、今時の大きさといいますか、そんなにめちゃくちゃ大きいわけではないですね。1800は超えてない程度の車でございます。パワーユニットは 1.5 リッター直四エンジン、118馬力でトルクが142ニュートン、燃費の方は Z と Z プラスがリッター 16.2、 X はリッター 16.4 となっております。おそらく装備品やアルミホイルの重さの加減で燃費に誤差が出ていると思われます。本当に一言で言うと、そつなくかっこいい車ですよね。はい、めちゃくちゃ大きいわけでもなく、めちゃめちゃちっちゃいわけでもなく、なんかあんまりホンダらしくないといえばホンダらしくないってどういう意味やねんということなんですけども、ホンダっぽい車には見えないなと思います。そして何よりも問題じゃないですね、いいところは、なんと248万9300円と Z プラスですね。しかもね、ナビゲーションとかを見ていてほとんどもつけるもの、標準装備されてますんで、そのままで乗れるというね。今なんかのナビゲーション、まあ、ディーラーさんのナビで20万円前後で買うのが一番いいとは思いますけれども、まあ、10万円ぐらいでね、ディスプレイオーディオをつけるっていうのも選択できると思いますんでね。でディスプレイオーディオにつきましては別動画でも上げてますんで、ぜひ参考していただけたらと思いますので、よかったら見てください。値段と見た目とね、バランスですよね。絶対にお得な車かと思いますし、かっこいいですよね、まず見た目も。はい、それでは車の方を見ていきたいと思います。でまずですね、このデザインですよね、このグリルかっこいいですよね、でかい感じでドヤっていう、いや若干ドヤ顔ですけど、そんなに派手じゃなくっていう形になっています。グレード3つあるんですけれども、基本的には、ほとんど見た目だけ、性能に関わるところは基本的には一緒になってますね。でこちらが LED のヘッドライトですね、こんな感じで、デイライトもピチッとついてまして、新しい車っていう感じがします。でフォグランプも装備されております。でここに、センサーですね、安全装置のセンサーがついておりまして、もちろん、カメラ、ワイドカメラ、こちらにもついております。でね、もう今流行りの RV らしく、こういう感じのね、アンダーカウルというんでしょうかね、のももちろんついてて、全体的に、RV 感もあるし、かっこよさもあるしっていうバランスがいいですよね。はい、で横側はこんな感じですね。はい、でこちら上のルーフレールですね、こちらのルーフレールも、銀色、これも Z プラスグレードで、この辺のね、銀のこういうラインですね、このステップも、このこちらもですね、全部 Z プラスのグレード専用となっております。こちらのフロントグリルも Z プラス専用の装備となっております。でタイヤの方ですけども、標準でついてるタイヤは、ブリヂストンのトランザ、T005 の 21555R1794V というタイヤがついております。でホイールもこんな感じで、結構綺麗な感じですね。17インチホイールが標準装備となっております。で足回りは、いきます、こんな感じ、こんな感じですね。まあ、後ろも前もほんとそつなくかっこいいデザインですよね。癖がないというか、ちょっとギラギラが好きな人はね、ちょっと頼りないかもしれないんですけれども、すごくいいシックなデザインかと思います。ウィングも、もうウィングというか、まあボディと一体化されてるような雰囲気に見えますよね。こういうリアウィングもかっこいいかなと。でアンテナ、
あれ、シャークイン。さすがにコモロッドアンテナはないか。生産国の工場ですねはインドなんですけれども、本当にね、質がそんなに何が違うかちょっと僕にはわからないんですけど、質感いいですよね。でこれはバックライト、ウインカーはこれは LED っぽくないですね。でここは LED の、テールライトもちろんなっています。でこのセンサーですね、これ安全装置のいろんなセンサーと、これはパーキングセンサーも含むと思うんですけど、でこちらにセンサーが4つついてますね。リアのガソリンの蓋はどっちタイプ？あ、普通のタイプでした。これをこうやったら、はい、開きました。こんな感じ。はい、それでは室内の方に入っていきましょう。鍵はこんな感じ。ドアの開口はね、こんな感じですね。横から見るとまあまあ垂直までは、軽自動車とかで結構垂直に開いたりするんですけど、まあ、こちらの車はこれぐらいですね。お邪魔します。よいしょ。ちょっとね、やっぱり最低地上高が今乗って気づいたんですけど、最低地上高が 195mm って20センチ近いんでね、段差とかは全然そこをすることはまず普通はないと思うんですけども、やっぱり上高はねちょっと足上げる感じはありますね。こんな感じです。見るのもこの足の長さのな、あの問題もあるんですけど、ちょっとこう落ちる感じですね、こういう風に。それでは室内の方入っていきます。よいしょ。入りました。いつものウェルカム音ですね。でスタートボタンがここですね。ここスタートボタンオンにします。ブレーキを踏んでオン。こんな感じですね。カードを確認しました。全部ディスプレイメーターなんですけれども、こんなにですね、お日さんって言ってるんですけども、全然見やすいですね。こんな感じですね。このね、カメラとの相性でちらつく場合もあるんですけども、今ちらついてません。距離まだ52キロ。新車。いいな、やっぱ新車。そういえば新車の匂いはね、するんはするんですけども、だいぶマシですよね、昔の車に。いろんな部分の接着剤の匂いって聞いたことあるんですけどね。まあ、それだけじゃないと思うんですけども、だいぶマシです、匂いも。そんなに新車の匂いとしてはきつくないかなっていうのが正直なところです。まあ新車の匂いが好きな人もねいらっしゃるので、そこは賛否両論なのかちょっと分かりませんけれども、乗った感じの感想はそんな感じでした。じゃあまず、車内の方を紹介していきたいと思います。はい、一番大事なのがブレーキで、ハンドはいつものホンダらしいハンドル、これフリードも、僕乗ってるフリードとそんなに見た目が変わらないですかね。はい、ホンダってね、なんかね、このハンドルだけはすごい主張してますよね。どの高級車乗ってもホンダのハンドルやなっていう感じが、まあ当たり前なんですけどね、ホンダの車なんでね。これ言いたいこと、僕は何を言いたいかちょっとわかんないんですけども、ホンダのハンドルだなっていう感じはします。スポーティーなんですね。でこれはもちろんエアバッグが入っております。皮巻きのハンドルと思います。ちょっと正確な名前はねテロップで入れていきたいと思いますけども、はい。で、ボタンがね、だいたいいつものパターンで一緒ですね。右側と左側にだいたいボタンがあるんですけども、右側はアダプティブクルーズコントロール。まあ、クルコンっていう車のね、自動運転まではいかないんですけれども、スピードを一定にする装置とかを調整するボタンになってますね。で、左側は基本的にオーディオ周りとかメーター。こちら、オーディオ周りですね。オーディオとかメーターの操作。でここをくるくるメカを押すと、ここがね、くるくる回っていろいろ変えれます。ホームボタンを押したら、こういう風に選べるのありますんで、今は、このくるくるボタンですね。この2のところで押すと、その画面になるという仕組みですね。だから、いろいろありますよね。この、燃費、車
加速、オーディオ、電話、ナビ、なんかまあいろんな表示ができるということですね。はい、はい、でこちらはナビゲーション、テレビもついてますね。ディスプレイオーディオも今なんでつけれると。で車内 Wi-Fi とかこの辺はね、あのホンダコネクトの、いろんな会員に入ったりとかしないといけないと思いますんで、また車買うときに聞いてみてください。でハンドル周りに戻ります。いいのはね、パドルシフトが標準装備なんですよね、これ。そうね、右側がプラス、左側がマイナスって。パドルシフトっていうのは、まあこれギアは CVT トランスミッションなんですけれども、CVT というのは実際にこう歯車がいっぱい入ったギアチェンジシステムではなくて、まあめちゃくちゃ簡単に言ったら原付のスクーターみたいな、ことになるんでしょうかね。ギアは必要としてないんですけれども、まああえてこうギア、やっぱり車を運転するにあたってギア感があった方が、運転しやすいということで、そういう風な味付けですね。ギアの変速感を出すためにこういうパドルシフトを出しております。またあの山道とか下り坂で減速する時とかね、高速の加速側をこうギアを上げてしたいというイメージの時はこういうパドルシフトでギア操作をして、そうあの走行すると気持ちよく快適に運転できるという意味合いでこういうパドルシフトがついております。ブレーキ踏んだらいいやん、アクセル踏んだらいいやんという話はあるんですけどもね、根本的には。これがしかも標準装備っていうのがねすごくいいですよね。あのだいたい車の運転が好きな方にとってはこのパドルシフトは非常にありがたいですね。はい、あの多分うちの奥さんとかでしたらあっても使わないと思いますけど。であとはこちらはワイパー関係ですね。全然前と後ろリアワイパーももちろんついてます。でこちらウインカーですね。右と左カッチンカッチンって、これ多分音も変えれると思います。で、こちらのボタンはね、すごい大層なんですけど、このメーターの明るさを変えるボタンみたいですね。それだけです。はい。こんなに幅取ってますね。面白い。ここにね、今回はこれ。これもホンダよくね、ここにこんな感じのドリンク入れるとこあるんだけど、このドリンク NG っていうバスマークがあって、よくわかんない状況なんですけど、今回はないですね。はい。VSA、ABS とか横滑り防止機能のこう塗装症ですよね。それのオフにすることもできる。で、こちらはライトの、後軸ですね。これはマニュアルとなっております。エアコンの吹き出し口はこちらで、ハザードランプはこちら。吹き出し口はこちらにも、こちらにも、そして、後ろにもあります。素晴らしい。後ろにあるのは素晴らしいですね。ここをなんかね、いっぱい、空間があっていいですよね。物が入ります。非常に大事な USB の差し込みですね。こちらは充電のマーク。こちらでも充電できるとは思うんですけど、おそらくこちらナビ接続用ですね。ちょっと2つしかないっていうのは寂しいので、このパワーアウトレット、ここでね、あのオートバックスとか行ったら差し込みの USB 端子とか売ってるので、それを買いましょう。まあ、しかしこう今年の3月22日出た車なのに、ここがタイプ A とはね、やっぱり今から出る車でタイプ A はちょっとやめてほしいかなと思いますね。確かにタイプ A の線を持っている人が多いんですけど、もうなんかもう決まったことなんだからタイプ C にすればいいのに、新しく出るものはもうタイプ C にしてくれないかなと個人的には思います。はい、そしてあとこのフロントガラス、フロントガラスの方ももちろん UV カットの加工はされてるんですけども、IR、熱の方ですね。熱の方も防ぐ加工もされておりまして、一番、あ、ここ書いてありますね。ここ、ここ。ここに IR って書いてますね。大きい。IR っていう字が大きいですね。っていうのも結構ね、グレード的に高い方のグレードだけ IR 機能がついてるとか、そういうパターンも多いんですけど、この車さっきからね、このパドルといい、こうガラスといいね、細かいところもですね、まあちょっと、高い目のグレードの装備が普通についている感じがもう不思議で仕方がない、お得な お買い得な車かなとは思います。とギアですね、ここ今 P にパーキングに入っております。バックしたらこんな画面、こんな感じがありますね。これね、あの映像ではないんですよ。センサーだけ、パーキングセンサーですね。角はギリギリですよっていう時になります。N ニュートラルですね。で、ドライブ
スポーツモードというところです。でサイドブレーキここですね。あ、ここに携帯置けますよね。でこちらはグローブボックスじゃない、コンソールボックスですね。まあ普通かな。ちょっとこの辺がネジが出てるっていうのがね、コストダウンなんでしょうかね。椅子ですね、こちらも、この Z プラス専用の椅子の生地となっておりますね。ステッチも入って、だいたいステッチ入ってますよね。こうまあポイントでね、縫い目といえば縫い目なんですけど、ステッチですね、わざわざ見えるように入れてる感じの今時のデザインで、こちらもずっとステッチが入ってますね。当然運転席側もステッチがこういう感じで入ってます。さすがにね、あの LED のなんて言うんでしたっけ、なんとかかんとかっていうやつはついてないんですけれども、まあ全然問題ないです。はい、当然、ここにも、エアバッグですね。でおそらくエアバッグもフル装備で、ここにもサイドエアバッグもねついておりますね。でもちろんこちらにも SRS エアバッグ、助手席当然ですね。これはもう当たり前、当然ついてない車は多分もう売ってないと思うんですけどね、新車では。でハンドルの方なんですけども、上下にも調整できますし、手前、奥、手前、奥、手前で上下、上下、左右はできない、当たり前な。ドアミラー、これついて、こういうのついてますよね。こっち側が後ろの左側のタイヤ付近を映してる、こちらは前の左側のタイヤ付近を映してくれてるんで、まあ、左に幅寄せするとき、溝とかギリギリ寄せるときは便利なんですが、ちょっとねこの高さが邪魔なときもありますよね。柵が、うちの家柵あるんですけど、もう柵ギリギリ寄せたらあれがね結局邪魔に。そしてグローブボックスがこんな感じ、大きさ的にはどうでしょう、まあ、車検証じゃないんですけど、車説明書とかが普通に入るぐらいの普通のサイズかと思います。はい、でちょっと気になったのはこの車あれないんですね、エコモードとかないですね。はい、でこれは ETC の、やつと思いますね。はい、でこちらはドラレコもついてます。この車はつけておりますね。これはオプションと思います。でルームミラーはまあ普通、別にこれ特に普通かな、普通ですね。こう眩しい時用のボタンもついて、今まで通りの懐かしのルームミラーがついてます。でこちらは鏡ついてますね。これだってチェックすること分かってると思うんですけども、まあでもさすがに多分ついてないやろうな、ね、オプションであったらそれでいいと思うんですけど。えい、あ、鏡はあるけど電気はつかないですね。はい、残念で鏡もっと大きくして、はい、で助手席も一緒と思うんですけども、よいしょ、えいや、あ、はい、電気はないですね。ここにね電気つけるとこあるっぽいんですけど、ないですね。はい、残念でした。マップランプですね、これ多分 LED、 これは LED ですね。はい、これ LED、 バッチリ LED がついております。で緊急の時に押すボタン、 SOS ボタンで、これも多分契約か何か必要かと思いますので、詳しくはディーラーで購入する時に聞いてみてください。多分アルソック駆けつけ等の方のとかいうね、そういうのがあると思います。すごいいいと思いますよこれは。はい、まだ押したことないですけど、すごくいいと思います。運転席にこれ持つところ、助手席にも持つところ、後ろの席にも持つところはあります。はい、それでは後ろの席に行ってみたいと思います。さあ入ってみましょう。さあ、よいしょ、後ろのドアもね、後ろの席もちょっと開けてるのが見やすいので、特に何もないんで、ここはドリンク2本入る感じっていうことでいいんでしょうかね。でスピーカーもここにあるタイプです。はい、でこの謎のいつも通り運転席の後ろにはこうポケットはないタイプですね。これなんでなんでしょうね、これコストダウン、こうなんか運転してる人にこうもぞもぞしたら集中力が切れるからとかでしょうか。後部座席にもエアコンの吹き出し口があります。はい、でここにシガーソケットついてます。 USB はないようですね、残念。さすがにそこまではないか。で足元どうでしょうね、まあ普通かな、こんな感じ、ちゃんとかけたらこんな感じで、足元もこんな感じで全然余裕でございます。
これね、どんどんこうズルズルして足狭いわとかいうパターンだけど、これよくもう腰も痛くなるし狭くなりますしね、ちゃんとかけてる方が結果楽と思います。ここに肘ね、置くところもあって、ドリンクホルダーもちゃんとあります。後ろ一応3人掛けになってますので、こう調整もヘッドレストの調整も自分のいい感じに調整することができます。でサイドカーテンエアバッグもね当然ついてますんでね。でリクライニングは多分できないかな。リクライニングこれをやると動くけど、これね前に倒すためにあるレバーですね。はい、さすがにこのサイズでリクライニングができない感じで、これまたねこれ真ん中の人用のベルト、これですね、面白いところにつまりますよね。これね、後ろの席から見る景色どうでしょう。うん、あ、記憶図鑑は全然ないですしね。ここもこんだけグー、握り拳1個半もないけど、1個ちょっとぐらいある感じでしょうか。1個ちょっとね、ある感じですよね、ここね。はい。はい。こんな感じです。はい、それでは後ろのね、ラケッジルーム、いきたいと思います。ラケッジルームはこんな感じ、うん、広いですよね。結構もうすでに荷物入れてるんですけど、この、キャリーバッグはあの機内持ち込みサイズのキャリーバッグでございます。でちょっと機材もね少し入れて、逆に入れてみたりしてるんですけど、このキャリーバッグでしたら、そうですね、何個ぐらい入るだろう、4つ5つぐらいは入りそうですよね。押したらこの上にも1個乗りますしね、これも外すこともできますし、本気出したらもっといっぱい乗りそうですよね、全然。はい、でここでこれを外すこともできると思うんですけどね、結構原始的。よいしょ、外してこれを取ることも、これを取ることもねできるんで、取るとこんだけ広い空間ができます。でそしてこちらからポッチを引っ張って向こうに押すと、はい、こんな大きい空間ですね。さすがにちょっと寝るのは無理と思うんですけど、車中泊できるかな、これいけるんちゃうかな、ちょっと難しい。まあ、一人で頭をこっち向けたら、あの、まあ、このままは無理ですけど、その床をね、こうちょっと板とかを引いたら、車中泊できるのはできるな。全然、そんなに圧迫感もないし、寝ろって言われてる。頭はちょっとね、ここの椅子と椅子の間か、もうちょっと前までしたら、多分普通に二人寝れるかなっていう。工夫したら車中泊もできそうです。170センチぐらいの人でしたら、別に工夫すれば普通に足伸ばして寝れる状況が作れると思います。ちょっとね、あの改良というか板を引いたりとかいろいろそういうのは必要ですけどもね。でもまあここはね、懐かしのムードがあるタイプの、はい、でこちらものなんか秘密のものを隠した時用の、やつですけど、これはパンク修理材でしょうね。これパンク修理材、最近はもう全部これ。それはいいんですけど、これがね、ないんですね。あの、ジャッキがね、ジャッキはもうオプション、完全にオプションかな。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。次回は走行編の動画をお送りしたいと思います。ぜひチャンネル登録してお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こんな感じでいいから、あんまりこういうことしないですけどね。これ多分ダメですよ。